ね、黒田時代の石垣として最も典型的な場所になります。黒田が中津に入ったのは1577年に秀吉からですね、この武田六軍をもらって中津に入るわけなんですけれども、翌1588年からですね、中津城の築城に着手します。九州に入って一番最初に築いた石垣であり、なおかつ九州最古で唯一残っているものなんです。でその特徴なんですけれども、こう見ていただきますと非常に小さな石が積まれているのが分かると思うんですけれども、一石一石は全部自然石で積まれておりまして、全くのみとかを使って加工していません。当時の最もこう高い技術で積まれた石垣です。こちらでですね、石垣見ていただきますと、Y の字にこう石垣の目地が通っているのが分かるかと思います。これ向かって右側が黒田時代、左側が細川時代というふうに言われております。官兵衛は山とかではなくてですね、やはりそのこういった川沿い、河口ですね、こういった場所にお城を作りました。で、なんでかって言いますと、関西の方とかでいざ何かあった時に駆けつけれる、またいち早く情報が得られるということで、こういう場所を選んだっていうのをぜひここで感じてほしいんです。で、この川沿いの石垣なんですが、とても特徴的な石です。っていうのは官兵衛の時代は自然石を使うのが基本なんですけれども、こちらの川沿いに来ますと四角く加工された直方体の石ですね、そういった石ばかりの石垣が積まれています。で、これ何かって言いますと、実はこの川のちょうど川上にあたるんですけれども、高木町の東原っていうところに7世紀っていう古代の時代にですね、四角い石を組み合わせて作ったここで東原三条という国指定の史跡があります。官兵衛はそちらの遺跡にこう目をつけて、でそこからこの一番川沿いに多分こうバーッと石を流してですね、で川の一番その真横ですねの石垣にその石を使っているわけなんです。だからよそから持ってきた7世紀古代に加工された石で石垣を作ったと、そういうこうそれだけで築かれているっていう、多分日本全国で言ってもこの中津城のこの場所だけだと思います。こちらは官兵衛が中津に来た時にですね、姫路から官兵衛に従って一緒に来ました空与上人という方が開山した豪岩寺というお寺です。で、壁が真っ赤なのがこちらの特徴なんですけれども、これに悲しい逸話があります。で、官兵衛が豊前をもらったで、中津に来たわけなんですが、当然それまで中津にいました豊前の地元の皇族たちっていうのは反発する者がいっぱいいるわけなんですね。その中でも最も勢力の強いのが宇都宮でした。その長政がその宇都宮の姫をお嫁さんとしてもらうその宴の席にですね、父親であります宇都宮重房を中津城に招きます。で、その祝宴の席で長政たちはその宇都宮重房を殺すわけなんですね。で、その時に宇都宮重房についてきました宇都宮の兵たちはこちらの豪岩寺で主人の帰りを待ってたわけなんですけれども、その知らせを聞きまして、でもちろんそこで起こって戦いが起きるわけなんです。で、この豪岩寺のこの場所を舞台にですね、この切り合いがありまして、その時 の殺し合ったその宇都宮の兵たちの血がこの白い壁に飛び散って、で赤くなって、その後その血を消そうとして何度塗っても赤く血が浮き上がってくるから、とうとうそのからそれからあと豪岩寺の壁はもう真っ赤になってしまったと、そういう話があります。で、当時 その戦った後刀傷もですね、今でも豪岩寺の栗の柱にですね残っております。黒田官兵衛が真ん中に来て反発していた豪族たちっていうのがもうやっとそこで鎮圧されて、でそれから新しいその中津城と中津の新しい時代が始まったという、そういった物語です。